はい、ではライブアライブですね、続きやっていこうと思います。では今ねレベル6になって、でちょっとね強めな技を覚えたっぽいので、前回か前々回ぐらいに負けてしまった5忍者だっけ、あいつらとちょっと戦ってみようかなと思います。いけるかな、よし、このアイテムが欲しいんだよ。よし、やるぞ。さあいけるかな、5忍者。ここにあのね手裏剣乱視っていうのが強そうなんだっけ。ちょっと待って、でもおい引かねえじゃねえか。じゃあ、カトンでいくか。どうぐらい、お、いいね、いいね、いいね。カトン。切り下ろし、どんぐらい食らう？あ、まあ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 、まだいい、まだいい。はい。ドン。ほら、いいですね。素晴らしい。あ、そう、これがね、強いんだよな。どんぐらい食らうかな。わー、でも痛い。97は痛いな。ちょっと待って。あー、ちょっと、逃げた方がいいな。天むすがめっちゃあるわ。天むす食べます。エリア内ってなってるけど、これ、味方増えんのかな、これ。プルプルルプルル。ゲッ！手裏剣はやめて。お、よし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 。いいね、いいね。いい感じに逃げて。ちょ、待って。切り下ろし。見える。映像？全員入っ、あ、いいね、全員入ったエリアに。ほらよしよしよし、これ勝てるのでは。カトン、カトンの術、いいね、よし、おー、あと1体。これ勝てるかな、ワンちゃん。これ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 、お願い消して。ナイス、やったー、勝ちました。忍びの取り持ち風魔手裏剣、うまい。じゃあな。やはり一人で5人に、あ、分身してたんだ。つらい。そうですか。おー、一気に今31人切りでございます。源氏の固定、なんかめっちゃ強そうなんだけど。小判、ちょっと待ってね。源氏の固定、あー、でもまあまあ一丁いったんやな。うーん、せやね、まあいっか。あ、いいものをゲットしたような気がするけれども、下がるステータスがな、ちょっと特攻下がるのかな。こっち側行ってみましょう。あ、あれ、ここって本当忍者と戦うだけの場所か。ふん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 、いろいろね、鍵がかかっている場所があるんだけど、まだね全然鍵をゲットしてないんだよね。だからまあ先に進めていない状況なんですけれども、まあ、ちょっと今回先進んでみるか。レベルも多少上がったから、戦える敵も増えたしな。たたた、じゃあちょっとね、こっち側が多分、メインのルートになってると思うので、ここ行ってみようかなと思います。で、下に落ちたらダメなんですよね。入り口に戻っちゃうから、こっち側や。特に入る場所ないよね。なんか建物なさそうだね。屋根の上を伝って。あ、また変わった。元ね。飛び移るとかある。でもね、これさ、他にもなんか探索できるとこないのか。なんかこの櫓のところとかなさそう。なさそう。こっちはなさそう。
こっちも行けんだよな。いや迷っちゃうね。ここに入る。あ、アイテムだ。蔵の屋根、もぬけの殻、ガン。あ、鍵だ。ついに鍵をゲットしたぞ。蔵ってなんか結構最初の方に戻るよね、多分。天守一階屋根裏。あ、ここ多分メインストーリーだな。大事なとこだな。ベルトコンベアが。え、ネズミ落ちてかない？大丈夫？あー！ちょ、待って、ここは後で来よう。ちょっと待って、せっかくね、鍵をゲットしたから。鍵使いたいですね。戻る通りにここもちょっと見るか。飛び移るってあったね。ほら。お？どっかと通じてんのか。隠れ道。え？ねえ、さっきなんかカチャって言ったんだけどね。どっかに道でもできたのか。え？え？小判くでー。小判を入れてみるか。え、今2枚あるけど1枚しかあげらんないや。チャリン。1枚ずつじゃ嫌じゃ。は？これ何なんかカチャっていうの。何かが開くのかな。なんか隠し通路とかってわけでもなさそうなんだよな。ふむ、まあ、ちょっとあの蔵に行ってみましょうか。蔵って多分ここじゃない。蔵の鍵開く。おお、やったぜ。忍びの蔵。バカめ。え、我らが密会所としての潜入か。あ、そう、やる。はい、一人だけだろ。楽勝やな、多分。どんぐらい届くかな。ちょっと、あ、でも、あ、いいですね、いいですね、強い。忍び切り。うん、あ、出したー。許せ。34人切り。え、まだいんの。あ、そう。まだ出てくるか？ゲッ！今度4人！おー！いいね。加藤の術2発で倒したわ。レベル上がりそう。イエーイ！レベル7。無限長。40人切り。お、これさすがにおらんか？地下牢の鍵。地下牢の鍵、なんかさらに鍵をゲットしましたな。地下牢の鍵ってどこだろうね。鍵。これは入りそう。入りそうにない、そうか。蔵の鍵ではないよね。あ、いたわ。蔵の鍵で入れるんかい。あ、めっちゃ、なになになにこれ。こんにちは。風の忍法を狙った位置に毒蝶を回せ眠らせる。ほう。あ、でもよかったよかった。そんな強くない？大丈夫か？インカ。見える。おお、よしよしよし。裏飯屋。おお、まあ厄介だね。やばいやばいやばい。まあ、カトンで倒せるやろ。ほら。え？何？
何これ、ちょ怖いんだけど。あいつよかった。何何、でもアイテムがいっぱいだよ。あ、これも魂も戦えるんですね。あ、何これ、人玉ちょっと可愛いんだけど。水遁が効く。おー、ねえ、ちょっと待って、これってなんか何人斬りとかカウントされないんですね、テンムス。お、お手手裏剣。いいね。ちょっと、あと残り1匹も倒しちゃおう。アイテムがいっぱいや。はい、スイトン。いいね。カウントされないのは痛いが、まあ、でもアイテムがたくさんだから。源氏の旅、イザナギの巻物、小判、ちょんまげ。ほう、いいアイテムだらけだった。ちょっと待って、なんか源氏の旅だっけ、どっちが強いんだろう。あ、一丁いったんやな、これもまた。まあ、でも防御1しか上がんないんだったらそのままでいっか。じゃあ、現状でちょっとね、見られるところは多分見たと思うので、このまま先に進んでいこうと思います。この先ね。さあ、どう進んでいこうか。アイテムがあるのが気になるな、あれな。あ。ガチャ。なるほどね。回る方向が変わるってことね。アイテム取りたいんだけど、あのキラキラのとこ、あれどうやって取るんだろう。あ、そっかそっか、こうなんかネズミさんいてた。あ、でもちょっと待って、これ落ちるんじゃん、足。落ちたらどうなんのこれ。え、あ、牢屋に来た。鍵がかかってる。これであれか、地下牢の鍵を使うのか。開きました。いや、ちょっと戦っていこう。この辺も一回は来るべきだね。金のね。おお、待ちかねたぞ。はい、助けに来てくれたか。さ、早くここから出してくれ。出したが最後切るしかないですけどね、しょうがねえ。いや、助かった。しかし、はい、お前は助からんがな。でしょうね。これを使っていくか。あ、いいね、弱点。ほら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 、つえー、これ。ありがとうございます。42人斬り。あ、ここもなんか隠し通路的な。あれ、私ここから来たんだっけ、どうだったっけ。いや違う、牢屋で落ちたんだよな。あ、結構いるね、ここ囚われてる人。なるほど。じゃ、ここは、鍵開けましょう。こんにちは。旦那。食い物恵んでください。じゃあなんかあげるか。天むすが結構あるな。うまい、うまいんだな、これが。もう一ついただけまっか。は、
めぐやっと一個だけだよ。これ以上もうたかってきたらもうあげない。うまい、うまいんだな、うまいんだな。あ、ダメです、もうダメです。騙されんか。はぁ、お前天むす2個分返してくれ。お腹減ってきた。うん、ありゃ。いいですね。あ、小判だ、やった。43人切り、ただいま。ここがちょっと気になるんだよな。ちょっとなんか強そうじゃない？そんなことない？ちょっと一回セーブしとくわ、ここで。はい。チカロアの鍵開けて。あ、そんなことないかな。あ、外国人、忍者、忍者強いかな。ベリーさん、あ、カトンで吹っ飛びそう。あー、あー、でも、もう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 一回。カトンの術、どんな術。許せ。ええー、ねえ、レベル上がりました。レベル8。技は、お、砂人の術、いいね。44人。サジット術やば。やったで。我が輩主、助けてくれたんであるか。貴様、何者だ。主とは戦いたくないである。なんだと、五右衛門。貴様、何者だ。そんじゃ行くである。え、ボイスがついてるってことは強いのかこいつ、五右衛門。ちょっと強そうだな。いけるか？砂人の術。うん。あ、やばい、強いかも。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。さらに砂人の術。お、次で倒せるか。で、何、クモの巣、はい、やん。これは、あ、やばい。あ、でもこれでいけるのでは。た、倒れた。あ、やった。え、お前もなんかお化けだったのか、五右衛門。おお、46人気。なんかあっさりやったな。砂人の術、許せ。え、は、え、なんかちょっと怖いとこ来たんだけど、何これ。地下3階だって。え、落とし穴に落とされたんだが。また君たちか、人玉くん。だって、魂たち倒したんですけど、これ普通に落と、あ、なるほど。しばらくさ、また出てくるのね。え、何これ。はい。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。はい。我は求め、訴えたり。何？一番最初に出てきたよね、手下みたいなやつ。おお。どちらへ行かれる気です。ここを出ることはまかりなりませんよ。あの男を助けに来たようですが、それは不可能というもの。はい。
なぜなら一階の忍び風情にこの私を倒すことなどできようはずもないですからね。お、ボスか。ならば切ります。この私は不死の身、それでも切るとおっしゃいますか。あ、切ら、いや、切りますけど邪魔なんだよ。仕方がありませんね。もう少し頭の切れる方だと思いましたが、思ったより愚か者のようですね。それではこの美しい私が父なる主のもとへあなたを送って差し上げましょう。ほう、アーメン。さあ、お願いします。お、天草四郎。へえ、天草四郎ってなんか美青年って言われてた人だっけ。確か砂塵の術、あれは聞かない。あ、やっぱり、うん、あんま効かんね。これは真剣乱視。あ、いいね、やっぱこれだな。思ったよりやるようですね。ゴルゴダの茨、うん、ゲ、お前、ちょギガドレインされた。メガドレイン、ギガドレイン。遊びよし、いけるぞ。そろそろおしまいにしましょうか。で、結果って何。おお、ナイス。あ、でも怖いな、怖いな。倒せ、うん、倒れたかな。そんな、よーし、不死である私がレベル上げの賜物やね。あ、今回この辺ですかね。おぼろ丸、もう少しレベル上がりそうやな。あ、魂たちが吸い取られて。言ったでしょ、この私は不死の身とね。はい、私ここから出たいんですけど。え、どういうこと。ここから出るにはどうすればいいんだ。ええ切る、はい、これ諦める、諦める、選んでみる。あなたにはそこで永遠に報われぬ魂と戯れているのがお似合いですよ。は、え、なになになにこれ。それでもならば切る、うん、もう少し当たる思ったより。そこの父なるし、あー、でまたあれか、バトルになるのか。わかんない、これどうやって抜ければいいんだ。魂また全員あれか、倒さないとダメってことかな。どうすればええんやい。あ、でも経験値入るからいいん、まあありがたいんですけど。勝利。おー、レベル9になったよ。かまいたち、いや、まだ通れないよね。ほら、やっぱこう魂がよ、あ、そっか、魂を吸収した状態にすればいいのか。吸収したというか、魂を全員倒して再度登場しない間に倒せばいいのかな。厄介だよ。まあ、ちょっとわかんないから、ちょっと今回ここまでにしておこうかなと思います。はい、ではお疲れ様でした。なんやねん。